ここの度文堂より共通テストはこれだけ日本史 B 演習編が発売されました大正時代1侵害革命によって滅んだ国は新民新2侵害革命の結果誕生した国は中華民国 中華人民共和国。中華民国。三。第一次護憲運動のスローガンは政費節減罰族打破。罰族打破。四。大正政変の後、軍部大臣現役部官制は 復活した。改正された。改正された。五。対正政変の後、文官任用令は廃止された。改正された。改正された。六。日本が第一次世界大戦に参戦した理由は 日英同盟、日露協商、日英同盟。七。ドイツ、オーストリア、イタリアからなる第一次世界大戦前のヨーロッパの協調体制は三国同盟、三国協商、三国同盟。八。 シベリア出兵のきっかけはロシア革命。第一次世界大戦の終結。ロシア革命。文芸堂。